お久しぶりでございます。皆さんこんばんは、エリュウです。はい、はぁ、ドキドキだね。ダメだ、足震えちゃった。マイク、うん、これリョウちゃん、あ、今日はお前入ります。はい、製造がいいのかな。じゃあ、ドキドキ、一服どうさん。いつもこんな感じでやってるんですね。そうですね。ゆうちゃない女の上には空がある。よっしゃ。やってまいりました、火曜の夜7時、エリューのさ、あ、アイデサロブリー始まるよ。1、2、エリューさん2ですね。いいですか。はい、はい、皆さんこんばんは。やってまいりました、火曜の夜7時、もうね、お久しぶりでございます。皆さん覚えてていただけましたでしょうか。この1ヶ月間のお休み、なんかいろいろありましてね、ちょっとずる休みではなかったんですけども、皆さんに会えないことことを耳に届かなかったことを残念に思っております。てなわけで、レイ、おっと、レイどうした、ミスターレイ。あ、はい。はい、ミスターレイでございます。はい、こんばんは、お久しぶりです。ねえ、一服堂さん、こんばんは、やってまいりましたよって感じでね。どうぞ、お久しぶりです。皆さんどうぞ、今日も2時間よろしくお願いいたします。アシスタントミサト。はい、皆さんお久しぶりです、こんばんは。1ヶ月ぶりですね、本当に1ヶ月以上ぶり。1ヶ月も何だかんだ言って、半分できなかったのね。そうですね、目まぐるしいというのか、めまいがするというのか。、2月も沖縄に滞在4日、はい、3月沖縄3日、4日、3日。なんかそれぞれなんかどこに行ってたのって、ね、ませんでしたからね。まあ皆さんもこうその1ヶ月間、どんな1ヶ月を過ごしてたのでしょうか。まあ今日ね、リスナーの皆さんがこちらにまたお耳を向けてくれることを信じて2時間トークしていきたいと思います。はいはい。いやー、でもどんな1ヶ月過ごしてたね。1ヶ月過ぎました。ん？っていう感じでしたね。私さ、正直、はい、もうなんか1年終わった気がする、うん、この2ヶ月です。はい。でもなんか今日大晦日じゃないのって感じ。結構きつかったーって、ハードだったーって言ってたもんね。本当お休みくれーみたいな、ため息がね、ため息がね、ため息がね、なんかね、ため息ついた後になんか年越そうみたいな。今日も今年の1年もどうだった、ずずみたいな。そんなもないこう走り回ったような、なんか心も体もぶっ飛んだみたいなね、はい、そんなのこの2ヶ月ぐらいでしたけどね。どうだったの、例は何やってた、この1ヶ月。アメリカに行って、カナダに行って、帰ってきて、内地に行って、内地に行って、内地に行って。ねえ、どこなのみたいな。ねえ、そんな感じでございます。ミサトは、私はもうなんかずっと目まぐるしく動いてた感じです。だよね。一人沖縄を守ってたんですよね。一人沖縄を守ってて、時には心が折れそうみたいな。もう笑っちゃ悪いけど、いや、だって笑いますね。乗ってないでも、あの、ここに咲いてても折れるしね。どっちもですもんね。まあ、折れたのを支柱を立てながら、はい、時々ちょっとこの、ね、幹じゃやっていけないから接ぎ木しながらみたいな、ね、感じでやってまいりましたが、はい、まあ、ここで色々と、ね、4月も始まったという、新年度が始まっちゃったと、はい、始まっちゃったって言っていいのか、始まったぞって言っていいのか、ね、わからない私でございますが、はい、てなわけで、てなわけで、重大発表がありますって言った後の切り替えをちょっと早めにして、切り替わったらすぐに、うん、OK、 あの、Amazon、 うん、OK、 曲が変わって、あれとね、いつもだったらオープニングの曲バーン、次のオープニングトークの曲ダラダラダラ、
ちょっとこの曲でイメージするのが重大発表、なんかこうね、なんかこうちょっと迫ってるもん。そうなんです、ちょっと今日は重大発表がありまして、それを重大と取るかね、そんなことって取るかは皆さんの私たちに対する愛の深さでございます。なんかね、もう愛がずらずらずらっとこう声をいっぱいいただきまして、これでまあこの前半戦1時間切れずに皆さんのところに声が届けられるかという、なんか嬉しいプレゼントでございます。ありがとうございます。てなわけで、りょうちゃんのオープンザセサミ始まるよ。はい、というわけで、エリオちゃん、エリオちゃんまさかここでな、いい好き、この感じ好きねえ、もうエリオさんいつも飲ませてくれる、ありがとうございます。言っちゃっていいですか？多分みんなこう待ってたと思うんですよ。エリューさんはたまないなんてないって。どうでしょう、もう一度。エリューとりょうちゃんの愛でオープンザセサミというタイトル名に変わりました今日から、はい、ね。でもやだ、ああもういつものエリューさんでよかったんで、そうですね、大丈夫で変わっても変わんないかなっていう形でございますが、まあこの4月のこのスタートに合わせて、みんなで熱に考えました。はい、そうよ、あと間違いで、どうすんのみたいなタイトル、そんなね、この記念すべきこの一発目に来てくれたのが今日のゲスト、はい、はい、皆さんこんばんは、お茶目の社会派中年の星イジェヒョンでございます。もう最高、あなたが MC で、いやーすごい安定感ですね。そう、やっぱりジェヒョンはね、永遠の28だし、みんなのアイドルだし、やっぱりこういかなるものはいない、誰も戦わないもうオープニングトークで前の声が大変だったんですよ。声の写真としてはいけないと思う。みんなこう、何ていうの、こう見えてるわけじゃん、でも言わないから何なんだろう、噛みやがったみたいなね。そんなわけで今日はもうね、皆さんが見えている通り、聞こえている通りで、この5人の声でやっていきたいと思いますが、今回なんですかね、オープンザセサミ、愛がベース、ジャンプルジャンプルから始まって、この愛をベースにいろんなことをなんかね、ジャンルを関係なく伝えていきたいなというところから始まって、でそこから生まれていろんな問題、英雄の愛で勝ち割らないと、そんな感じでいろんなことやってきましたが、そしてそこで勝ち割られてへこたれたものから新たに立て直すものも含めて、再生の意味を込めて英雄の愛でサラブリギュー、そして真実の扉を開けちゃいますよみたいな感じでオープンザセサミ、はい、皆さんの願いがここで叶っていくようなストーリー展開ができたらいいなと思ってるところに、いつものリスナーさんでね、ギャラリーに来てくれてる、みんなの知ってる彼、なんだっけ名前、例に名前は聞かないで名前開けて今ね、ギャラリーに来てくれてたんだけど、いつもと、なんだっけ、カンナです、カンナくん、いつもフェイスブックにもつながってくれて、ギャラリーにもいつも来てくれる彼が、昨日は綾橋の20キロ走ったの、10キロ走ったの、沖縄マラソン、2月の沖縄マラソンが、あ、2月だ、ね、10キロ道路で、やったね、10キロと、で一昨年の綾橋のハーフマラソンを今回無事完走いたしました。おお、すごい、綾橋のね、一昨年のハーフマラソン、結構あれもきついよね、20キロちょっと、あれを完走して、この間の沖縄マラソンの10キロも、すごいね、結構あれね、応えんだよね、10キロってね、逆にね、降るよりもね、私も何度か走りましたが、おめでとう
こんな新しいコムネスタートにあたってこんな嬉しい報告をくれたところに私が名前を忘れるというね。いや顔は覚えてるのいつも。どうしてあんな人こんな人みたいな。まあこれからもどうぞ末永いお付き合いをありがとうおめでとうよろしくねみたいな。よろしくお願いします。そんなこんなでここで、なんちゅうのそんな感じでオープンザセサミやっていきたいと思いますが、まあ最初に忘れないうちに今日のテーマ、美里、言っておきましょうかね。はい。はい。勇気はいつ使う？そう。何時頃からいきます？それ。17号ぐらい。そうですね。はい。みんなはどんな時に勇気を使うか、どうぞ今のうちに、例の方のメールに行ってくれたり、ユーストに行ってくれたり、すべて愛を持ってやっていただきたいと思います。愛がすべての鍵につながるというかね。愛で判断させてるよ。そう。誰の愛で判断するの？エリムさん。みんな引っかかりますよ。ここでコメントを読んでいきたいと思います。はい、ではこれちょっとジェフも行ってみましょうか。はい。はい。老眼鏡がないです、そう見えないですから。はい、これ。はい、一服堂さんから、おー、久しぶりですと言ってますね。本当に久しぶりですもんね。本当ですよね。そして、一服堂さん続きまして、はい、今日もははははっと来てますよ。はい。生田ミックが入ってるようです。はい。そして、厚野さん、はい、お疲れ様ですと来てますね。お疲れ様です。はい。はい、そして、これ、一服堂さん、りょうさん。ねえ、リスナーの皆さんも、ね、はい、徳島のりょうちゃんでも知れ渡ってますからね、はい、なぜ昨日なぜ昨日意味深ですよね、なぜ昨日なんていうのね、このフレーズ、うん、はい、はい、続きまして、はい、スカピーさん、こんばんはと来ておりますね、こんばんは、どうスカピー、体調の方はね、なんか昨日素敵な写真がアップされてましたね、なんかこの夕日が僕のなんちゃらかんちゃらかんちゃらかんちゃらみたいなね、なんか自分のペースで頑張って生きてますよ、生活してますよっていうなんか素敵なコメント、もうロマンティックだもんあなたはみたいな、なんか誠実だよねつかぴーっていつも、うん、本当に、はい、うん、はい、そして一服堂さんからお帰りなさい、皆さんもう4月だよ、京都は桜満開、もうそろそろ終わりそう、桜吹雪ですよ、お庭のチェリーチューリップ、チューリップが咲き乱れていますとってありますね。あ、いいなチューリップ、また写真も送ってほしいもんですね。あ、いいですね、確かフェイスブックの方にはね、もう素敵な、あ、そうですか、うん、上がってました。タロちゃんありがとうございます、コインたくさんいただいて、もうちょっと猫ババしてなんかそんな感じで、八本木さん新潟からですね、こんばんはと、あの柿の種の話で盛り上がったことがあったそう、のそう、一服堂さんとね、もう皆さんからポイントいただきました。はい、八本木さんから来てます。はい、重大発表、はい、もうどう重大発表だったでしょ皆さん、あ、携帯ないと思ったら携帯忘れてきてる美里が受けています。一服堂さん、もう何が何だか笑いときてますけど、はい、何がどうなっていると塚美さんも突っ込んでますはい、いつものエリさんでよかったと言っていただいてありがたいと思います。はい、そんなこんなで、いろいろ話し合っていきたいと思いますが、りょうちゃん、はい、お、なんか張りのある返事、はい、初めて聞きました。え、ちょっと気合い入れて、はい、あまり気合い入れるとマイクがハミングしますからね挑戦いたしますよ。違うの、違うの、なんか喋ってる時にりょうちゃんが電話でなんか打ち合わせしてたら、うん、なんか電話ハミングしてないって電話ハミングって一人で笑い出してハミングハミングだ最近ね、ちょっとあの滑舌が悪いですけど、ほんまにあの普通に真剣に喋ってるんですけどね、うん、あの一生懸命ハウリングをハミングハミングですよでもまだそこで止まらないのがりょうちゃんのいいところで、はい、あのりょうちゃんの爽やかなところって見たことないなって言ったら、うん、いつも爽やかじゃん爽やか、え、今、それやっぱり爽やかじゃないよね爽やかだしあれあれ言えてないとかって言ってて、逆にすごいですね、爽やかこれ考えると悩みます面白いね。もうなんか今日はいろんなことをこうみんなでこうトークしていきたいと、いつもそうなんだけど、もっと愛をね持ってどんどん出していきたいなってですね。なんちゃって今日ジェヒョンのね、明日もあの小座の方で番組出るんだよね。はい、出させていただきますね。
パーセント。ミスタースイーキさんが出る、GMK、グッドモーニングコザに出させていただきます。朝10時からですね、コザで放送させていただきますので、皆さん、聞いてください、見てください。コメントもください。ぜひに愛をください。なんか四郎が今日は掴み切ってしまいましたということはキャンセルということなんでしょうかね。ね、まあこんなことは置いといて、まあお家一回帰ると疲れますからね、とっと。ね、そんなこんなででございますが、美里、はい、あなたにとって愛って何？愛はですね、大きい、大きい、大きいものですね。うん、大きくてなんかボフって、ボフっと、ボフってなれるやつですかね。うん、それは、ミサトがボフってなれるやつ？私がボフってなれるし、あ、そうですね。私が今でもイメージは私がボフってなることでしたね。なるほどね。私どうしてもボフって聞くとさ、無印商品に言ってる人間をダメにするでしょ。ミサトはまだまだ愛はダメになるタイプだなって。ダメみたいですね。ダメにされちゃいますね。大丈夫よ。私もやから。まあそんな感じで、どう俺は？うん、愛？なんだったよ。愛、レイにとって愛ですか？はい、愛はね、まだ模索中ですね。分かってるよって分かってない。なるほどね。分かったふりはしたくない。そうだね。うん、そうね、確かにね。今日の、頑張れよ、私が。去年ジェヒョンにとっての愛、愛ってやっぱりなんだろう、心の潤滑油みたいなかな。なんか見えないもんなんだけど、ないと自分自身が潤っていかない。そうよね、うん、愛ってやっぱり潤うよね。うん、うん、なんかやっぱり自分は自分、りょうちゃんじゃないよ。若い理由されたら。そこに入ってる。まあね、そこに入って。どうしよう。心が入りそうらしいよね。まあまあ、自分がつぼに入れちゃうんだからさ、もう手かからんって言ってよ。大丈夫じゃん。はい、全然平気平気。ジェヒョンは潤滑油。潤滑油。そうだよね。そう、まさにその通りですよ。ね、なんだろう。これは相手を愛する、自分を愛する、愛される。これって状況にもよるけど、やっぱりお互いなのかもしれないですね。愛をもらう場合にもあるし、愛をあげるパターンもあるし、だよね。やっぱり弱っている時は欲しいからね。でもそれ分かってくれる人と分かってくれない人がいて、欲しい時にくれなくて、いらない時にくれるとか、それで嫌いになっちゃうパターンがあるんですよ。そうだよね。なんかこう勝手に判断しないでと思ってたんですよ。あなたが多いみたいな。ちょっと違ったかな、このコンテナみたいな。私の前で止まるコンテナじゃなかったみたいな。みたいな。そんな感じでこうちょっとね、ずらしたことありますよね。でも重すぎてずらせないよね、そういうのって。ない？なんか勘違いしてコンテナとかって。ラジオなのに声出せない。うんでも、うんでも、でも。なんかね、こう、慣れなくて、すいません。レイ君マイク入れてないよって言われるんで。ねえ、マイク入れてもダメじゃん。そう。なんだっけ。潤滑がどうのこうのって。そうだよね。はい、そうなんだよね。はい、愛じゃないものはやっぱり重いし、愛ってさりげないものだし、なんかこうふと気づいたら、こううたた寝してたところに毛布をかけてもらってるような優しさの私は愛だと思うのね。それに、なんかいきなり重い、なんかさ、なんか重いものを申しかかって、苦しい、やめてくれないみたいな、失速するだろみたいな。ね、例えばさ、この部屋乾燥してるから、エリーさんのためにちょっと潤いようって言って加湿器準備してくれるならともかく、タオルいきなり濡らしたら顔に受けられるみたいな、ほんと潤してあげるみたいな、死
じゃない、例えて言うならね、うんうんうん乾いてたとか、みたいな。ね、皆さんどう思います？イプクドーさんとかね、ね、シロとかどう？どう？皆さんどう？みんなに送っていきますけど、やっぱり程よい愛あるよね。で、程よい愛っていうのは、愛っていうのは全て程よいわけで、それが行き過ぎたり足りなかったりするのは愛じゃないって私は思ってるのね。さっきジェヒョンがいいこと言ってくれたじゃない。お互いにっていう。なんかこう自分なんか一方通行の愛でそれは当たり前みたいになってると、うん、なんか愛は無条件で枯れることはないもんだけど、そこにはもうなんかこうこの水路は枯れ果てていくわけじゃない、うん、なんか一方通行で流れていけばそこで止まっちゃうわけだから、うんうん、ってなるとここを開拓していくのかどうするのかね、それが今日のテーマね、みさと。勇気はいつ使う？ですよね、はい、皆さん。ではここからテーマに行きたいと思いますが、はい、ではりょうちゃん、はい、勇気、はい、持ってます？いっぱい持ってますよ。うっとうしい。うっとうしい。鼻水出てきた。まあそんなね、あれになっていきますが、どうですかね。あ、一服堂さんから来てますね。例の方で見れます。はい、はい、これですかね。勇気はね、好きな人に好きって伝えるときに使います。めっちゃいっぱいだけど、わ、ちょっとここ引っかかりますね。どう、みんな、美里の好きっていうタイミングは何回も聞いてるけど思った時に好きって言うって羨ましいなと思ってですね。なんか言っとかないともったいないと思ってしまうので、ねえ、だってもしかしたら、なんだろう、そのせっかく出てきた好きって気持ちも、言っとかないともったいないし、何があるか分かってるんですか、だから言っとかないともったいないなと思うから、我慢しとくよりは言いたい。あ、次の日にあんまり好きじゃなくなってても言っておきたい。あ、次の日に好きじゃなくなるようだったら言っとかないから言わないですよね。え、でもね、みさとさん言うよね。言う。あ、ごめん、ちょっと今日はもう変わっちゃったんだけど。ごめんね。昨日まで好きだったの。昨日まで好きだったの。でもごめん、今日は変わっちゃったんだよ。あるある。ある。でもあるんじゃない？あるあるある。うん。もっとひどいことだってあるもん。うん。うん、例えば。あ私？うん？いや、そんな、うん？いや、うん？ねえ、一服堂さん。こういう使い方するんですね。いや、違う。なんだってタイトルコールに、そうなんです、皆さん、これから準レギュラーとしてりょうちゃんがこの番組に加わるようになりますので、はい、皆さんどうぞ、どうぞ。応援してあげてください。よろしくお願いいたします。はい、エリューにいじられて折れてるときはどうぞ慰めてあげてね。何ん、あ、何さ、勇気を違う、違う、頑張りました、頑張りました、はい、まあね、はい、まあね、あと30秒ぐらいは猶予与えましょう。あ、授業はどんな時ちゃんとこう、ジェヒョンの好きっていうタイミングは、好きっていうタイミングはね、やっぱりなんだろうね、うん、もうこの人だと思った時にしか言えない、うん、じゃあまだ言ってないの？いや、言ったけどね、玉砕された沖縄まで来ていたのあれ、ね、でも素敵なことだと思う、ちゃんと言えたっていうのは、まあ後悔しないくて済んだっていうのが良かったと思う。言わなきゃね、言っときゃよかったで、ね、終わっちゃうから、うん、ちなみにどこで言ったか聞いていい？ん？なんて告白したか、ちょっと私参考にしたいので。いや、結構真面目にストレートに好きなんですけど、うん、って言って、いや、そういう趣味は僕持ってないんでって言われて、まあそれはまあ半分分かってたからよかったんだけど、その半年後にラジオの生放送で入籍報告があって、そのことは一つも聞いてねえぞって思って。まあね、うん、ね、なるほど、そういう告白の仕方、そうそう、うん、はい、そういう話でしたよ。なるほど、はい、はい、どうぞ。
好きという。はい。いや、あっち見て喋ってます。ねえ。でもその好きというタイミングは、うん、まあ、私はその、うん、やっぱりこうテンション上がった時とか二人でいる時の、うん、こうお互いのこう距離感見て、うん、でなんかこうまあ不意をつくっていうのもいいんだけど、うんうん、例えばもうゴミ出しして帰ってきた時に実はってポッと言うとかね。なるほどね、シチュエーションがついてきたと思う、はい、なんかさ、策を練ってるようで嫌だね。ああ、そういうこうタイミングを測ってたんですか。そうそうそう、まあ、その時ゴミ出しして帰ってきたら2人だったらどうすんの、相手が。その時は言わないんですよ、やっぱり。うん、で、なんか2人だと思ってて、ああ、いい感じって思ったら電話鳴ったとか。あ、まあ、よくある話ですけど、ね、タイミングが噛み合わないという、はい、え、では例は、いつかな、多分ね、うん、もうしばらくない。あ、言ったっていう感覚は、うん、なるほどね、うん、私ね、前は美里みたいな感じだったの、うん、好きって思ったら好き、うん、まあ、気づくまで時間かかるんだけど、うんうん、2年とかで、こう相手に確認したっていう話もしたし。あ、そうですね、私さ、一緒にいて楽しいんだけど、一緒にご飯食べてて美味しいんだけどとか、え、もう帰るのとか思っちゃうんだけどとか、こうなんか10個ぐらいこう見てちょっと聞いていい、うん、私もしかして好きなのかなって相手に聞いたら、うん、ずっとそうだと思ってたよ。あれだもん、あ、そうなんだ、うーん、そっか、そうらしいよって、ね、一言みたいな一言みたいな、うん。で、その相手の人から次の日電話、うん、で、その続きはって言って、え、その後って何かあんのだいぶ新しいですよね。で、だからこう、で、好きっていうこと以外、うん、あんまりあと考えてないんだよね、うん、とりあえずその好きっていう気持ちがだけですよね、うん、で、なんかこう、うん、じゃあその後どう展開するのって言われたら、うん、考えてなかった、考えてない考えてない、うん、だから伝えるので精一杯で、よし完璧みたいな、もうそれで完璧したんだぞ。だからそれでよしってこう一括り終わったみたいな、よし偉いぞやりきったかも、そうそうそう、そっからがスタートなのだから、つい最近笑ったのが、うん、なんか言う言わないっていうトークがあって、うんうんうん、でなんかこう言おうとするタイミングで言えない状況にあることが多くって、うんうんうん、なんだとか思ってて、そんなことかなって思ったらバーって喧嘩してて、だから言わないでよって言ったら自分であれって思った。これって何だ、いい年こいてと思ったね。自分大丈夫だから声出して、どういうこと、聞き取ったわ。まあね、私もそういうキャラですから、まあ生まれなくても、まあね、年をこう重ねていくんじゃなくて恋愛がどんどん落ちていくっていうこのレベルが、うん、レベルが落ちてないですよね。レベルは落ちてない、でも見る目ないってよく言われますね。すごい深い。この間ね、例も知ってるんだけど、うんうん、お母さんの周りにはって、うちのおちるちゃんが、うんうん、お母さんの周りにはろくな男がいない。爆笑しました。もう笑った。そうだよねって私も言われたけど、まあね、そんなこともいっぱいありますがね、うん、まあどうですかね、まあ一服堂さんなんて私といろんなこうね、あったつのこういろんな話をしてて、私との恋愛感覚みたいな話してて、なんかこの間もちょっとね、いやって背中を押してくれることを 言われたんだけど、もう私も一服堂さんみたいになりたいな。はあ、ね、あ、そうですね、一服堂さんのコメントが始まったんですよね。はい、はい、ね、で、一服堂さん、うん、次もっと好きな人出てくるかもしれないものねって後悔したくないってことだよね、うん、その噛み合わない感じがいいかも。りょうちゃんとですか、ほんと噛み合わないんだよね会話、はい、ね、噛み合った時はびっくりするぐらい。でも合ってるんですよ。言葉がなくなりました。噛み合ってないけど、でも合ってるんですよ。裏が合ってますよ。
いつもでも、でも、なんか、この間ちょっと打ち合わせしてて、本当に嫌だったら話が噛み合わんわって言ったら、それがいいとこでしょって言って、で、チッとしながらね。はい。いつも楽しそうですよ。まあこんな感じですけどね、このね、はい、いろいろやっていきたいと思いますが、エユさん参考にしても使わないでしょって、そんなことないですよ。みんなの家族をいろんなの聞いて、あのどういう基準で恋愛をこうね、いいや。なんかエユに恋愛ってある？恋愛って合わないよね。愛のオプトセサミですよ。別に恋愛だけが愛じゃないじゃない。そうですね。違いますね。本当かな。不安に出ないか。でも、なんだろう、恋愛って何？恋愛って何ですか？そう。で、恋愛って何？急に哲学的なこと。好きって何？好きは恋するって何？恋は私錯覚だと思う。錯覚ですね。うん、あのだって、うん、不安がよぎってのドキドキと、うん、恋愛のドキドキは一緒って言うじゃない？うんうんうん、それが目の前に人がいるかいないか。だからびっくりさせた後に好きになってもらいたい人はこうやって顔出すといいっていう。いいよね。今思考感ってやつですよね。うんうんうん、あの美里の自信満々の時の声の太くなるあの場合だったんですよ。それ越効果これ越し効果なのかもしれない。違うの、好きなのその声。美里揺らしたくなそんな釣り橋みたいな。でもなんだろうね、でも卑怯だよねそれ。脅かしてパッとあれ出すよね。そうそうそう、だって勘違いさせるだけじゃないですか。そう、私なんか驚かせられるのと、うん、あのくすぐられるの大嫌いだから、うんうんうん、それやられたらこいつって思うもんね。大嫌い。足の裏とか。そうですね。うん、あ本当にか、もう本当にこのこめかみにエルマエルマお前一発殺してやるみたいな、こうそういう気持ちになりますよ。だって嫌だもん。嫌ですね。いや嫌ですね。ジェフもどう、あのこうどんな時に、うん、恋にどんな時だろう、弱ってる時に優しくされると一頃だよね、男ってそうだね。なるほどね。だからよく胃袋つかめばとかいう話もあるけど、うん、一番効果的にはなんかへこんでる時に優しくされると、うん、落ちるね。ああ、そっか、そのじゃあ今の出たこのどんな時にこうふっとこう、うん、なんかあ、なんか素敵とか、うん、思っちゃうってみんなに聞いてるよ。じゃあ、ああ、みんなどんな時ね、ね、好きって思うの。はい、どんな時に好き、レイ君どんな好きに、どんな好きに、どんなタイミングですかね。どんなタイミング、あのでもフィーリングですよね。なんかそういう感じを受け取るじゃないですか、相手が好きって思ってるかどうか。そうそうそう、やっぱりタイプで出たりとか、そういう、まあ、オーラじゃないけど、うん、優しいなとか、うん、あ、この人好意寄せてるなとか、うん、アイコンタクトが増えたなとか、うん、アイコンタクトが増えたなはありますね。え、どうする、それだけじゃないですけどね。私さ、ずっと人と喋るときずっとこうやって目見て喋ってるの、はい、そうそう、エビさんそう、ね、ずっと見てくれるからさ、うん、あ、この人真剣に話してくれてるのか。だから、そういうことでしょ、私は。絶対恋愛とかじゃなくて、うん、もうあと逆に恋愛にすごい勘違いする人は、うん、どんどん勘違いしてくるし、うん、え、違うんだけどな。見てると同じか。そこじゃあるんだろな。だったらあるんだ。アンテナがちょっと感度が違うんですね。私、BS、CS その間みたいな。そうそう、ちょっとこの辺隙間産業だね。そうね、私隙間産業かも。ニッチない。今歌いに合わせたでしょ。本当大好きなんですよ。この辺で歌ってましたもんね。はい、で、そ
な感じ。そんな感じですね。 あとはでも態度で示してくれるとねやっぱいいですね。どんな態度ですか。勉強になるわ。やっぱり笑顔を向けてくれる。いや私ずっと笑顔だけど違いますね。やっぱそのところでは違いますよ。あるじゃない友達として好きだなっていうのと、なんかちょっと恋愛感情を持ってきてくれるなっていう。恋愛してる時の笑顔と、うん、好きな人に対する笑顔と、うん、なんか美里大好きっていう笑顔はどう違うの。エミさんですか。エミさんも違う。どうせなら分からないのかな。あでも、うん、最近気づいたかな。気づいてないかもしれない。勘違いかもしれない。やっぱり目が違いますよね。その言い方だとさ、その言い方でこう恋今胸に手当てて言うってことは私が恋になんかこう違う遠くで見ている人の意見です。なんだそれ。いやなんで。やめろそんな。なんだけど、タクスクさんのコメントにあるよ。はい。エリさん見られたら目線をそらせられないよ。モータルちゃんでバラでしょさ。でもあのきっとそう言ってくれる人は友達の分からん分かんない分かんない分かんない。どうなんだろうね。相手がどう見てるかって分かんないじゃない。それは分かんないです、うんうん、だって千尋も私のことを姉さんって呼んでくれるのね。でまあなんか分かんないよね。恋愛はちょっと疎いし、どんな風にみんな見てるかも分かんない。何がきっかけで恋に変わるか分かんないからね。本当だよね。それまでは全然何もなかったけど、何かのきっかけで相手がいつの間にか変わってることもあるんですね、うん、こっちが変わることもあっても、うん、あるか。あるんですよ。あなんかちょっと対応変わったなって思うと、ありますよね。どうしたんだろうみたいな、なんかあれっていう瞬間とかですね、うん、私居心地のいいことに慣れてなくて、うん、居心地のいいのに居心地悪さを感じたことが逆にですね。なんでこの人こんなに居心地がいいのって思って、不思議だな不思議だな、この人どっから来た人なんだろう、どこの次元の人なんだろうって思ったこともあるの。次元の人見たことないなこんなのって思って、うんうんうん、不思議だな不思議だなってその人を見てたんだよね、うん、ずっと、うん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 、で見る相手間違ったかなってちょっと思ったんだけど、うん、静かにしないぐらいだめよ。ちょっとこうあのネジもうちょっと回しましょうか。ちょっとオイルを先、アイオイルを先アイです。アチューメント。はい、ありがとう。まあねそのコーナーで、ね、あのいろいろありますが、そうかこうふと変わった相手の態度が変わったとか。うん、でもさあのまあ私事ですが、私態度変わんないのよ。なんか例えばなんだろう、あれあいつ確か俺を好きって言ってたなって言った後でも態度変わんない人だもんね。うんうんうん、変え方を知らないというかもう言ってたんですね。なんかこうずっとエリさんはエリューさんなんですね。で、うん、で気づいたらいなくなってるから。いやどこにいなくなるんですか。私がその人の前からいなくなってるパターンが多いかも。ほう、急、まあ、相手が気づいたらあれいなくなってるみたいな。相手が気づいたってどの気づきか分かんないけど、うん、なんか終了って思ってます。さあ次の旅に出るぞ。あの レイがうちのおちびちゃんに、うん、カエルの旅するカエルのなんかゲームのソフトなんかあれしてくれたのアプリをね、うん、そうするとそのカエルが帰ってくると、うん、カエルに名前がついて、例えばピョコタンならピョコタンでもいいけど、ピョコタン帰りましたっていう通知が来るわけよ、うんうん、なんか、あ、何の話だろうなんかそれとちびちゃんの名前にしたんですよね。そうちびちゃんの名前にしたんだけど、カエル、あれ、なんでその話を出したのか忘れちゃった。家に帰る、旅行で帰ってくるっていう話がある。違う、なんだっけ、ちゃんと繋がってたんだけどね。おかしいな、おかしいな。あります、あります、思い出しちゃいますって。なんか、あ、そうだ、カエル的なって、うんうん、一服堂さんが、うん、あの太郎ちゃん、何何蛇に睨まれたカエル的なみたいな、さっきなの、うん、目を合わせない、合わせないっていう、うんうん、
あ、そんな感じ私。結構。マジで。まずいじゃん、それ。ね、気をつけようね。そうだね、結構ギッて睨んでる。いや、時と場合によっては。あの、頭にきてる時とか。とか、真剣になった時。あ、うん、熱く語りすぎて。やっぱ中途半端ができないのねって思っておりますが、どうね、レイ足ヘビを睨んでヘビを睨んでるさすが姉さんヘビを睨んでるヘビを睨んでる、帰るカエルならともかくオトマジャクシみたいなこの間オトマジャクシオトマジャクシとカエルってどっちが親なのってオトマジャクシが親でしょオトマジャクシが親だよねねえ、オトマジャクシが親なんでしょってずっとで、レイとか子供たちカエルも親だよなんで、だってオトマジャクシが最初にいるじゃんってで、だってカエルじゃない卵と鶏どっちが先って言うじゃんって言ったら、うん、おたまじゃくしの前に卵あるでしょって言われて、本当だって、はあ、そっか、そうだよね、うんうんうん、ってその感じ、うん、そうね、勇気を持って告白しますか。最大限の勇気と敬意を持って、責任持たなきゃいけないでしょう、言葉には。そうよね、言葉には責任を持つ。そうですよね、いい言葉ですよね、リオさん。言葉がもう最高、受け取って。はい、でも本当に言葉ってあれだよね、はい、いろんなこと変わってきてるよね。そうですね、もう本当に使い方というか、うん、私のこと、あら、誰かしら。でもどう、体験談としてこの、うん、声の周波数とか、はいはいはい、あるよね。はい、あの交渉ごとのこととかあのやっぱりこう相手に対して、あの語りかけるようなとかスピードを変えるとか、うん、まあラジオの時なんかねすごくあのテンション上げ上げだと聞きやすいのかなとか、うん、横で見てる僕が勉強させていただいてますけど、はい、皆さんどうなんでしょうか。あのこのりょうちゃんの言葉がいつこのイエーイに変わるかが楽しみですそうですね、ね、待ちましょうね。あのでもう一つお知らせがあります。ジヒョンはこれから私たちの番組に多分今まで以上に頻繁にお邪魔することになりますよって言ってたよね。頑張ってますよ、うんうん、で私たちもジヒョンをこの番組に呼べるふうに、やっていきたいと思います。やっぱりねジヒョンのトーク面白いもんね。 ありがとうございます。こう滑らか、止まらない、噛まない、滑らない、滑りたくなってる滑らないはちょっと違うかな。私滑ってんのか止まってんのかこけてんのか分かんないんだけど、まあそんなわけで、うん、そんなところにらっちゃんさんがおいでなさいました。はい、たーい、ね、お久しぶりでございます。お久しぶりですね。はい、なんかどうね、じゃあみんながじゃあちょっとこう恋愛のトークになってて、うん、勇気を持って告白するなんていう話にこう、うん、ちょっと偏ってきたけど、うん、勇気を持って、うん、ね、今自分がこう勇気を持って何かをするときってどんなとき？どういうときだろうね。ね、相手の間違いを正すとか、うん、結構勇気いるよね。褒めることは結構簡単なんだけど、それってちょっと違うんじゃないっていうのって、なんかこう聞き入れてもらい得る状態を見たりとか、こっちの感情のこの自分自身の感情のせいだったり、うん、やっぱりそれ注意するときって嫌だっていうことがあったときに注意するわけじゃない、うん、それは難しいよね。難しい、うん、言い過ぎるといけないけど、うん、ほったらかすも良くないなって、うん、まさに子育てですよね。いやーねー、深いわどんなときジェヒョンそれ感じたの。やっぱり接客業やってるから、たまにお客さん言い間違いとか間違ったことをね、うん、当たり前のように喋ってくるから、うん、これ注意した方がいいのかな、そのお客さんの言ってることだから、本当は私にしときゃいいのかなとか迷う時あって、うん、あまりにひどい時は、それとなると言い間違い部分を直して、こちら言い直して、本人に気づいてもらう方法しかないかなと思って言ってるのが、うん、まあ、そういう人は大概ね、気づかない。大体さ、もう自分が言ってることが正しいと思ってるから直そうという気がない、うんうん、ねえ、はい、イラッとしますけどね。あ、でもジェヨンも接客上手よね、聞き上手、聞くのは大変なんですね、うん、ねえ、だから行ってても気持ちいいもん、ジェヨンの店は。 ありがとうございます。今度ね、
また集まる企画をしたいと思いますので、もう太郎ちゃんこんな嬉しいことみんなとは違う太郎ちゃんはこういうふうに私を撮っててくれたそうですよ。一服堂さん、エリューさんが話している時に目を見ていると吸い込まれるんですですって。へえ、吸い込まれるんだ、ダイソン。また私モデル出ましたからね。どんどん進化していきますね。そうそう、エリューもちょっと進化してる。はい。ラちゃんさん、私は元女子レスラーだけど今の職種の介護福祉士になる時かな。介護助手からだけど今は転職かな、うん、そうだ、北海道の方ですよね、そうね、あのお孫ちゃんもね、いてね、なんか今度北海道行く時会いましょうねって言ってた、はい、あの結構北海道の方いらっしゃるんですよ。ちょっと1ヶ月お休みしてたのでちょっとなんか今日いらっしゃってないのがちょっと寂しいかなとか思うんですけど、いや、これからもぜひ戻ってきていただけるように頑張っていきたいと思います。はい、一服堂さん笑っておりますね。そうなんですよ、吸い込まれるんですよ私も。メデューサは石にするけどエリーは吸い込む、うん、どんなもんだよみたいな、怖いね、でも吸い込むもんね。食料起こさない、大丈夫、人のことだ。バレた。てなわけで、さて、どんな時に、うん、ね、今ジェヒョンが言ってくれたようなのもあるし、どんな時、うん、で、この頃勇気を持ってなんかやってる？話をする時。話、どんな話、うん、自分の気持ちを伝える時。やっぱ隠してしまっちゃうんですよね、自分の気持ちをね。で、どん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 こう無視しちゃうというか、慣れていっちゃうというか、自分の気持ちを隠すことに。そうでも分かる、例を見てて、あ、今自分の気持ちを閉ざしたなとか、扉閉めたなとか、閉めたなじゃないよね、閉めた、扉開いてください、閉めてるから。もうね、そこにバッチリだなと思った。実は、霊を見てても感じたの。あ、やっぱり扉は開かないとね。開かないと相手に自分を知ってもらうこともできないし、それが自分の持ってるこの内側に秘めたものが相手に見せたとき、相手がそれがいいとか悪いとかは二の次なのよ。正直なところ。もう、はい、私これだから。なんかつま先立ちでさ、無理して歩ってて、かっこいい女演じたり、かっこ悪い、あ、かっこ悪いよね、かっこいい男演じても、所詮は私はこのサイズよ。だって、演じてて、ね、かっこつけて、これが勇気だと思って、かっこつけてた自分を演じて、それを嫌いって言われるよ、本当の自分以上に嫌いって言われる方が、まあねって思うわけじゃない。で、自分じゃない、演じてる自分を見せてて、嫌いって言われて、本当の自分を見せてたら、うまくいったかなって。そこで後悔が出てくるわけじゃない、ね、私なんかその辺は結構そういうタイプかなというか、まあ演じれないっていうのもあるんですけどね、誰かが台本渡してくれたら、まあその通りやりますよ、その時間だけは。ただそれがはい終了、ね、フィンってなった瞬間さよなら。ね、だからやっぱり伝えることってさっきね、ジェヒョンが言ったように勇気いるよねって、レイが今言ったようにやっぱり自分の気持ち言うって難しいよねって。で、やっぱりこうその時を待つってみんななんかタイミングだよね、タイミングだよねって言うけど、タイミングを逃してるって私は逆に思うのね。タイミングだよねって言った瞬間、その時じゃないよねって言った瞬間、何言ってんのあんた、自分が逃してるだけじゃないって思ってその人を見てんだけど、でもそうよ、あなたよ。まあそのね、見て大体そういう話が出るっていう時はそのタイミングというかチャンスというか、でチャンスが整ってない、タイミングでこの準備が整ってないって思うのは私たち人間だけなのよ。で、実はこのチャンスが巡ってくる時、準備ができていなくとも、あちらからすると、ね、この縁とかそういうものは、それがいやいや、あなたの今だから来てるんですよ、はい、だからあなたが今ちょっと勇気を持ってそれを掴むか掴まないか、それはあなたよね、あなた、そうあなたよねって。で、その勇気の使い方、どう思う、勇気を使う時ってどんな感覚で使う？ドキドキしてる、ふわふわしてる、やっぱり勇気使う時ってなぜか
勝負とか思ってないのに、なんかよしってなるんですね。ね、うん。で、よしっていうのは、じゃあ、さっき伝える側、それを伝えられる側、うん、伝えられる側のことって考えてよしっては思わないよね。よしって自分のよしだよね。つまり、さっき確か誰だった言ったよね、このテーマに入ってすぐ、愛ってさっていう話で、これ違うコンテナでしょっていう話の前にジェヒョンが、やっぱりこの一方通行じゃね、お互いにねっていう話をした時に話してたように、よしっていう勇気は自分だけのスイッチ、で自分だけの勇気だと相手にとってはなんかこう急にドッジボールのボール投げられてるような、いてみたいな、何投げてるんだみたいな感じになるわけじゃない、っていうことはどう思う、りょうちゃん。まあ、なんていうんですかね、急に投げられた方がいきなり、え、何ってびっくりしますよね、だからその、自分がやっぱり腹をくくるというか、自分ってどっち投げる側の方がしっかりするというか、質問していい、はい、投げる側が腹をくくって投げる、はい、どんな腹のくくり方をするの？受け取ってもらえるだろうってやつじゃないですかね。それって自分本位じゃない？そうですよね。という、そう、そうなのよ。それが、よしっていうやつじゃない？はい。で、よしっていう感じじゃない？じゃあ、そこに何かがあったならば、勇気、一つではよしという自分だけの、踏ん張りだけど、何かがそこにあったならば、二人でよしになるんだよね。共通のものというか、共通のものというか、共通のものを育てるための、ここに何かがあったならば、はい、相手に対してこの渡す、このなんていうのかな、ドッジボールのボールをポンってやるときに、何かがあったらそれは変わるわけだよね。何か、おい、愛だ。私はそこに愛があったらば、ドッジボールのボールって相手を倒すために投げるものじゃない、だけどキャッチボールするのは相手が受け取れる場所に相手の呼吸を見て投げるものじゃない、そこには必ず愛がある、相手を思う気持ちがある。だから勇気に必要なのは愛がちゃんと添えられていれば、その勇気は相手にとってなんかこう鬱陶しいものだったり、ちょっとやめてくれないっていう気持ちになるものでは何？ちょっと思い出したことがあるんですけど、何聞きたい？はい、どうぞ。マチャロルマチャロル元気。なぜそこに？ね、ちょっと皆さん聞いてください、はい、エルさんがマチュロールケーキ食べてって言って、ありがとうございますって言って、コンビニで買ったやつなんですけどね、で、お互いやっぱり忙しいのでね、私もらって、ほんでそのまま車に置いて、で乗ってたら、ちょっとやっぱり時間がなくて、朝ごはんも昼ごはんも食べる間がなくて、さっとそれを食べてしまったんですね。そしたらそのマチュロールケーキが酸っぱくてピリピリしたんですね。一口飲み込んでから気がついて、エリュウさんもらった時点で賞味期限3日過ぎてましたよ。買って移動、はいはいはい、でそれが今のトークになんかこう勇気を持ってだからさ、ちょっとね、ありがとう、聞いてもらってまあ、愛をベースに受け取っておきましょうね。はい、でも、このトークできれば、できれば、エンディングのぶっ込みをしようとする。ちょっと、今今ぶっ込み他にいっぱいありますよ。まあね、はい、まあいいんですけど、まあ、みんなが愛を
思ってるんでこれ笑えるって感じですけど、まあ私もそれ聞いてゲラゲラだったんじゃない。で私そこで飲んだの食べたのみたいな、え食べたんだみたいな、お腹大丈夫ピリピリしちゃって生きてますまあね、そんなこともありますが、うん、人は ね, ね、もう今度はあの確認してたってことですか、はい、あの時も賞味期限確認しましょうねまあね、本当ね、すいませんね、だっちゃん、ね、笑いすぎてしんどい全く楽しいでございますが、まあこう相手に渡すときに今のあのりょうちゃんのトークが愛がベースにあったかどうかは私はちょっと不本意なんだけどあのでもまあいいかと、なぜか不思議な人ですよね。あ、そうですか。あのなんか普通だったらこんな野郎パチンと来るぜっていうのが来ないのよ。え、面白いキャラしてるなって。それで、あ、なんかりょうちゃんと組んだらラジオ面白くなるかななんて思ったんですけど、うん、ありがとうございます。初日なんで、あ、2回目か、まあねまあ、はい、そんな感じで、なんかあの不審みんな憎めないキャラでイラっとくるけど憎めないというね、いや、ちょっと憎めないラッチョさん、笑ってもらいすぎて本当、この番組は腹筋を鍛えていく番組でもありますので、はい、腹筋でね、老化防止につながりますし、あの年取ってつまずいて転ぶとかなんかいろんなのは全て腹筋ですから、はい、あの走るときに必要なのは脚力ではなくて腹筋です、うん、腹筋があれば足も高くなって前に足が伸びるので、ね、はい、そんな番組にしていきたいと思います。どうぞ来週もっと楽しいと思うので皆さん楽しんでいただきたいと思います。てなわけでですね、いろんなことにはやっぱりさりげない愛がね、こうシュッと入ってたならば何ちゅうのかな、いいのかなって、伝わらないようなものも伝わる、まあこういろんなことのスピードも増しますしね、そんなんでなんかつかびからメールが来ていると。来てますね。ではあれよろしくね。はいはい、こんばんは、お久しぶりです、つかびです。皆様お元気でしょうか。僕は毎日いろんな過ごしています、はい、テーマ勇気を出すときはどんなとき。僕は訓練先でのワークショップで勇気を出して参加しています。訓練生とあまり話すことが少ないので、一つの声でも勇気を持って行動していきたいと思います。またメッセージします。心地よい風と光。ということで、たくさん綺麗な夕日でしょうかね、写真をいただきました。スカピーはね、すごく写真のセンスがいいの。で、スカピー歌うまいのよね。そうなんですね。あれ、切ってやるじゃん。そうか、年末ね、あれか、そうか、そうか。北海で。いい声でされる。いい声だけ。シャーユージローとか。あー、びっくりしたね。いやー、スカピーみたいな。ちょっとドキッとする、うん、ね、びっくりしました、ね、本当に。三河健一もうまかったね。そうだった、そうだった。そのバーのママもう、えぇ、ー、って素敵って言うぐらい、トルチェイトも今日行ったら歌ってくださいね。わかりました。ジェヒョンとジェヒョンのお兄さんもまた素敵なの、すごくうまいの。で、なんかジェヒョンのお兄さんこといいの言って、リスは何だろう、もう見ただけでその人が歌がうまいかどうか分かると。へえ。じゃあ私はって言ったらエリさん普通って。あ、そうなんだ。そうで私が歌を全部こうするのね。それがなぜか嫌じゃないのよ。ゲラ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 、俺は同じ年だからっていうのもあるのかもしれない。同級生、なんか幼馴染みたいな、別に幼馴染じゃないのに、そのような感覚になるんですね。で、ジェヒョンが心配するこ と, るこ と, るこ と, ること喧嘩なんじゃないかなみたいな感じで見てくれてるんだけど、もうゲラ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 笑いが止まらないという。それをちょっとね、今度企画してるのが7月の最後の土曜日あたりにジェヒョンのお店でオフ会を、あ、ありがとうございます、ね、しようと、そのうち今月もしくはそうね、今月中にでも一回皆さんに連絡というか、流しますんで、はい、はい、楽しみにしてください。一応日にちは決まってます。7月28日土曜日の夜7時かな、でいけ、にしたいと思います。会費等のあれはエリューの愛でサロンフェイユじゃないひらめごまじゃないけど、りょうちゃんの本当です。あ、はい、
オープンザササミのページで、あの皆さんに告知したいと思います、はい、その告知はミサトがします。はいね、頑張ってみますよ最高、ミサト文章分かりやすいからね、はい、そこではもう例も言ってみんなでもう楽しくやりたいと思いますね、ぜひ、うん、はい、の時が忙しいというね、そうですよ飲んでる暇ねえやって、あの準備に来ますんで、あの前乗りで会場準備に、会場準備、はい、座って歌ってんだろうね、ハイボールハイボールとか言うので、そんな感じで皆さん楽しみにしていてくださいね。あの行ってもいいなって思う方たちはどうぞそのスケジュール開けててください、うん、そうですね、カチャン来るんだよ、はい、あのラッチャーさん、この距離感が微妙、どの距離感が、お二人の距離感、私とりょうちゃん、うん、あでしょ、微妙じゃないですか、なんかいいんだか悪いんだかって、うんうん、あの違うのよ、今日りょうちゃん緊張してて、いつもあの言葉回しじゃない、もう緊張解けたんだろうけど、はい、言葉がいつもと違うんだよね、え、そう、うん、マジ、あの普通だったら面白いんだよ、まあカチカチかな、いやちょっとね、あの酔いが酔いが冷めた、そうね、場の雰囲気も良さそうですね、なかなかこうマイクにさ、マイクを前にすると言葉が出ないというか、あんだけ歌ったのにね、歌はね、あ、大好きの歌歌ってますね、大好きも怒られちゃってます今夜歌いたいと思います、はい、一服堂さんが、りょうさん、あまり全力出さないでね続かなくなるから。で、こうやってね、こう、はい、応援してくださる方もいるので。はい。かちゃん、エリューさん、お、ジェヒョンちゃん、こんばんは。こんばんは。ね、かちゃん、4月28日集まりますよ。ジェヒョンのお店、集合です。タルちゃん、つくびさん、今度会うときは、おそろのキャップで会おう。いいなぁ、どんなキャップなんだろう、私ね、タロちゃんから、うん、アラレちゃんの、あのリスラジで呼んでいただいた時に、あの私があまりにもこう、なんだろう、厳しい目をしすぎるもんだから、タロちゃんが被ってた帽子、エリューさんってそれをクリスマスプレゼントにくれたというね、またリスラジの時あれ被りたいなと思ってるんですけど、うん、はい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 、福堂さん、りょうさん、お酒飲んでください、はい面白いですね。福堂さん、タルちゃんの方に、お揃いの髪型ではなくて、あれ、そういえばさ、つくぴってあの人に似てるよね、笑うと笑顔が今、なんか素敵って言われてる、くしゅって笑う人。高橋一生。似てない、私なんか、つくぴって高橋一生に似てるなと思って。言われてすぐ思い出した。うん、そう、なんか口がチュンってしてて、チュンって、なんか、ニュって笑われた。ごめんね、通じなくて。一服堂さん、おいいなって、タロちゃんのところにですね、かちゃん前車で来たの、そうそう車で行ったんだ、遠いのかちゃんって、神戸でしょ、え、じゃあそんな、あれ遠いよ、あれだって大阪飛び越えて三重県来るんだから遠いし、あれそうそうそう、あ、そうか、3時間コース、ん、何時間、神戸から、どっからですか、神戸と三重、はい、もう3時間は見ますね、ね、あ、じゃあ私神戸で降りて、あ、やめた、あの、かちゃんと何話していいか分かんないっていう私ずっと突っ込みそうだもん、かちゃんに、あの、かちゃんってすごいこう、あのコメントがもう滑るように滑らかに、はい、すごい上手なの、はい、で、あの、曲のセンスがとてもいいの、彼の、あの、リクエスト曲はとっても上手、はい、上手だけど、会ったら喋らない、うん、そう、そう、ラジオ番組に出ても携帯でツイッターして喋らない、そうで、私はなぜかそれが面白くって、やっぱりその番組はあのジェヒョンがね MC やってるから、うん、MC の責任ってあるじゃない、みんなも喋らせなくちゃいけないとか、こうディスカッションさせなくちゃいけないってい こうすごいあの責任が重いのね、そこで目の前でこうツイッターするもんだから、ジェヒョンのこうトークしながら時間分かりながらこのあれがピーッとそれをなんか私は見てて面白いもんだから、うん、私は絡みたくなるわけ、うん、で、うんとかいいえとかなんか首振っても答えられないようなぶっ込みをこうしていくわけ、絶対声が出さないといけないようなのを言うもんだから、やっぱり喋んなくちゃいけないじゃん、あ、喋った喋ったみたいなガッツポーズして楽しく
かった、あれ。リスラジ、リスラジ楽しかった。地獄でした。MC にとっては地獄だと思う。でまして、こうやってヘッドホンしないと番組って流れが分かんないから、うん、時間の感覚とか雰囲気がつかめないと喋れないよね、うんうん、でこの喋る側としてはこのヘッドホンが命綱というか、うんうんうん、なのにそこで私、あれちょっと私のヘッドホンないんだけどって言ったら、こう言い訳トカゲのようにヘッドホンを首にして、うん、ツイートしてる人がいるわけ。私、あ、ごめん、ちょっとヘッドホンちょうだいって言ったつもりなのに。心の声って怖いよね。もうこの、ユーストに私がバーってこう指さして、うん、そのヘッドホンよこせみたいな。そういうようなシーンが映ってると。でそれにみんなアフレコをつけてくれるのが余計なお世話だと。面白いですね、それ。それで、エリアさんって怒るんですねっていうのが、いや私怒るよって、私は怒るよ。なんかね、本当にこうジェヒョンの隣で、ジェヒョン、ヘッドホンがない。でみんな、あーって、ヘルさん、ヘッドホン、ヘッドホンってなんでね。そしたら、なんか、そっちの一番汚さなくちゃいけないと、なーにみたいな。でもあれは、ネタとしてとっても面白くて、あの人たちまた呼んでやりたいな、逆にって。喋らない人を喋らせるっていうのはね。難しい。あ、私ね、自分を嫌いな人に絡んでいくのと、喋、うん、らない人に絡んでいくのが大好きなの。あぶり出すみたいな、なんか大好きなの。来ないで来ないでって言われると行きたくなるというか。あ、なんだっけ、なんとかブルなんかいるじゃない、なんか嫌いな人に追っかけるみたいな犬。嫌い、ピットブルとは違いますよ。違う、まあそう世間でも言われてますけどね。あ、じゃあ違うんだ、うん、じゃあその間違った情報のピットブルみたいな。なんかね、そう、なんかそういうのにこう行きたくなっちゃう。でも結構喋り下手な人って2パターンあって、本当に喋れない人と、うん、し、得意分野に関してはよく喋るんだけど、うん、他のことは全く喋らないっていう方、うんうん、あ、だからかっちゃんの場合は多分ね、得意分野に関しては喋れると思うんだよ。何得意なのかっちゃん教えて。ねえ、もうアイドル好き、女好きだもんね。そっちの方向の話はね、喋らせればね、喋ると思うんだね、やっぱり。うん、だって前はね、これかっちゃんとかじゃなくて、うん、AKB ファン。そうそう。ほう。言いづらいのよ、私たちの方から、この、なんていうの、名前がね。そうそう。そしたら、こう、なんか面白い、本当にいっぱいいろんな名前持ってて、もう不思議だよね、かっちゃんのことになると、みんなずっと通るから。ある意味、すごいよ。耐えませんね。耐えない、でも、面白いよ、あったら面白い。面白い。なんか、面白いの。で、いい声はしてんのよ、すごく。いい声してんだよね。歌も、歌も上手。いや、歌は聞いたことない。聞きたいですね。歌った、そこで。歌ね、うん、聞いたことありますよ。どうだった、自分と比べちゃダメよ。うん、あなたたち兄弟は、ちょっと普通じゃないぐらい前から。いいよ、うん。でもね、普通に歌ってた。あ、本当に何歌うの、結構。今度、フォーチュンクッキーとか歌うの、アイドル系好きみたいな。 あとね、意外と長渕剛も歌うし。聞きたいね。結構いろんなカード持ってるカード。でも、うん、本当に曲のセンスはもうめちゃくちゃいい。私が今までこういろいろ知り合ったこう人たち、この関係で、うんうん、一番センスがいい。センスがいい。本当この人はね、ちょっとミキサーに座らせてみたいな。うん、センスいいね。ただ私と息が合うかっていうのはちょっと分かんないけど、うん、なんかやっぱり呼吸ってあるじゃない。うん、うん、だからその辺はね、ちょっと分かりませんが、うん、勇気を持ってちょっとかっちゃんを一回、ね、うん、でもやっぱりミキサーに座らせてすごいなって思ったのは、中野町の和樹くん。あの子はすごい。おお、うん、勉強したいですね。ね、うん、なんだろう、真面目で、打ち合わせもきちんと来てくれる、うんうんうん、がっつり。
前ここで特番やった時に2ヶ月ぐらいの準備期間もあったの、うん、で週1回2回っていうあの打ち合わせをするんだけど、遠い人たちは、うん、あのスカイプとか使って打ち合わせをしたんだけど、本当に全部曲時間かかって、これはここでこの人のコーナーはあのこの雰囲気だからこの曲でいこうとかってみんな組み合わせていくんだけど、本当に一生懸命食らいついてくれた。で声もいい、相手を思いやる気持ちがあるから、うん、あのやってくれる人、ただしあれでへこたれてもうやりたくないとは言われてるから大変だから、あの番組やるときに本当頑張ってくれて、うん、ね、あの時ぜひ来てくれてね、でリスラジの時もミキさんやってくれてて、うんうん、本当彼いたから、本当あの変な話ヘッドホン出してもできたの、ちゃんとホワイトボードでちゃんと合図してくれて、すごい、で、あの時はあのちゃんかさん、うん、あの人も結構みんなをグイグイ引っ張っててくれる、うん、こう間が空くとすぐこう会話ね、突っ込んでくれるから、うん、なんかみんながあっみたいになっても、うん、まあ喋ってくれるので、ね、うん、まあね、いろいろなんだかって言ってまとまったリスラーズメンバーだったんじゃない、うん、そう、ね、イミちゃんも頑張ってたしね、いいやつらでしたよ、ね、すごいですね、うん、しいアドメンバーでまたやってみたいんですけど、ここはやっぱみんな仕事してるからね、お互いスケジュールが合わなかったりするんですね、全員じゃなくて一部二部みたいな、あ、うん、全部を一緒にやろうと思うときつい、そうだね、うん、ぜひね、まあ、ね、ちょっと、まあ、いろいろあるし、そう、お互いみんなね、バックボーンがあるから、バックが背景にね、いろんなのがあるから、ね、ラジオばっかってわけにいかないしね、本当にあるよね、うん、ね、まあそんなふうなね、あれですが、どうね、りょうちゃんは勇気を持って何か今っていう時、さっきも話してたけど、うんうん、まあ、やっぱりね、こう怖くて言えないっていうのが今まで結構、なかなか相手のね、こう言ったらこういう出方するだろうってやっぱり想像してしまうじゃないですか、その恋愛じゃなくても、ね、仕事関係とか友達とか、うんうんうん、実は今日はカレー食べたいのに、うん、一緒にいる人がステーキに行きたいとかね、ごめんなさい、ちょっと、まあ、例えばの話なんで、そういうのをこう愛を持って言えるかどうか大事じゃないですかね、うん、そういう時はどうすればいいのかな、ステーキ行って帰ってきたら夜食にカレーとかですよね、はい、締めにラーメンとか、はい、ステーキ、はい、こんな感じでございます、そうね、なんかやっぱりどっかに愛があったならば、うん、相手がどう出てこようと、うん、例えばあるじゃない、こう、あ、なんだかんだ言ってこの人とやっていきたいなとか、このメンバーでやっていきたいなとかっていう時に、はい、やっぱり人ってこのいつもいいってわけじゃないじゃん、うんうん、なんかこう、あ、なんか今日トゲあるよね、いいこと随分っていう時もあれば、うん、あ、なんか今日のしんどいの分かって優しく言ってくれてんだろうな、うん、みたいな時もあれば、なんかこういい時もあり、あ、残念っていう時もあり、でもその時になんか本音でちゃんとぶつかれたりとか、はい、ぶつかることを恐れない人たちといたいなったでしょ、あ、うん、私ね、結構嫌われるの怖いと思ってない人なのね、うん、あの嫌われるということすら考えてないし、あの人にいいって思われることすらも考えてないというか、だからなんだろう、誰といても普通すぎるもんだから逆に嫌われるのかなと思って、うん、だからあ、なんか態度変だからきっと私のこと嫌ってるのかなって思うけど、うん、嫌ってるのはあなたで、私を嫌ってないからそばに行くよみたいな、うん、だからあのなんか相手がどう思ってるんだろうとか、こう思ってるんだろうかっていうのは私この世の中で一番無駄だと思うわけ、うん、だって相手がどう思っていようが、私は私であって、うん、相手が私の本当の私を見てるかどうか分かんないわけじゃない、うん、もしかして違う私を見てるかもしれない、そして本当の私を見て嫌いなのかもしれない、どっちかなわけでしょ、であれば本当の私を見てて嫌いなんであっても、私じゃない私を見て嫌いなんであっても、それは聞く必要があるわけじゃない、でもし違ってたら残念だよそれって、なんかずれてるずれてる、私そうじゃないとか、それは付き合っていくうちに分かるわけで、で今度本当の私のダメな部分を見てなんだこいつって思ってるんであれば、ごめんねって謝りに行く必要があるわけじゃない、だからどちらにしても一度は歩み寄る必要がある、一度でダメだったら二度歩み寄る必要がある、
うん、でそんなのも繰り返しのうちに、うん、まあ離れていく人は離れていくし、うん、そうじゃない人はやっぱりずっとね、うん、一緒に頑張っていけるわけだし、その関係性っていうのはやっぱりこう自分が望んだものと本当に一緒になるかどうかは分からない、だけどやる価値はあるよねって、やる価値のないことは何一つこの世の中にはないわけで、だから全てに私は愛を持って勇気を持ってたならば道は全て扉は全て開けるのかなって、願いも絶対かな、私はそう思います。次、何ですか？また、もう最後です、これ。うん、あの、あれ出る？あの、あれ。ユーロビートで。ユーロビートで。ユーロビート。ある。一回ちょっと流しますね。うん。ユーロビート。ここで。あのアメリカンポップス使うと全部なんか曲調が全部一緒になっちゃうから変えた方がいい。ちょっとずっとユーロビートって何ですか？あ、ユーロビート、60年代のアメリカンポップス、アップサイダウンとか、あ、50年代じゃない、80年代ソウル関係でもソウルシニルーパーとか、あ、違う、どうしようかな。じゃあここでちょっとなんか日本の曲入れてもいいかな。あ、じゃあね、何入れようかな。じゃあシアノ系とか、あ、シアノ系のね、あれは入れちゃダメ。終わりなきロンドンはエンディングなの。今出せるのは僕のために言ってくれませんか？あ、いいね、はい、熱っちょっとコメント止まってるな。トークが流れてるからだと思う。りょうちゃん、あのトークね、もっとパン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 入れて、はい、うん、あの言葉丁寧じゃなくていい、うん、逆につまんなくなっちゃうから、うん、普通のりょうちゃんの方が面白い。いつものりょうちゃんが面白い。隙間が分からないあ、もういつものりょうちゃん、いつものりょうちゃんが面白いはい、結果です。うん、いつものりょうちゃんが面白い。いつものりょうちゃんがみんな大好き。はい、ほら、見守ってますよってよ。ドナサマーとかってユーロビートルズ？ドナサマー、アップサイダウンとかあの辺なんだよね。バージンバナナナマとかオンリーユーとか違うかな。ちょっと流れるな、オンリーユーだと。テンポのいい曲がいい。うん。では行きますか。はい。はい、どうぞ。なんかね、まあいろいろありますが、あのこの何？ちょっとこの曲も流れてる間のトークとか聞いていただいてね、あの私がどんだけりょうちゃんいじめてるか皆さんどうぞりょうちゃんの歌を応援してあげてください。あのいつものりょうちゃん面白いですね。なんか一風さんはね、もうお会いさせてもらってるんで、はい、分かってますよ。お酒足りないんだって突っ込んでるんで、あのなんか愛があるな、一風さん。はい、はい、ね、あの一服堂さんに限らず皆さんとても愛があるので、はい、きっとみんな、はい、ああ、りょうちゃんこの番組のレギュラーになっちゃった、大変だろうなって思うそうですね、もう本当に楽しみにしてますからね。もうあのずっと続いていきますからね。よろしくお願いします。実況中継してみてよ、なんとか言ってよくね、あのジャスミンと福沢って昔言われたんで、あ私は佐渡正史が太ったかと思った。いや、髪の毛薄くなってますかまあそのこんなで、どうね、あの自分のテンションを上げる時の曲って言ったら何が出てくる？みさと、私ですか？うん、私 EDM ですね。 EDM、 あのクラブミュージックみたいな感じのテンションが上がる、とにかく上げる時はそれですね。ジフも僕は逆にジャズの方がテンション上がりますね。おでもそれもあのボーカルじゃなくて本当の歌なしのやつですね。あれは、なるほどね。私カウントベーシーも好きでね、あの人いいな。いいじゃん。私、はい、私はもうあの即興で自分で歌作って歌うのが一番あ、自分で歌うんですか？即興で？即興で。ここでも？どこでも歌います、いつでも歌うよね、私結構。そうですね、急に音楽が聞こえるよ。そうそうそう、でもなんか
知らない曲だし、なんか全然違う歌詞が、なんか変とか思ったら、ちょっともう車で歌ってね、なんか聞くもね、なんか昔話に出てくるような昔話はい、レイはどんな曲？オルタナティブですね、今とか、結構テンションを上げるために結構セクシーな曲を聴くと上がってきますね。どういう意味で上がるんだいみたいな。いや、気分が上がる。いいね、私なんだろうな、うん、私もやっぱりジャズとか好きで、ジャズはもうなんだろう、とことん落ちた時に、あ、これまずいかなっていう時は、ジャズ、なんかこう、よみがえってくる。私はこう、なんだろうな、もうこう復活、もう本当にこう、もう本当なんだろう、生まれ変わるような感じというか、細胞がジャズは響いてくるというか、深いところに。そうなんですね、ただジャズ面はちょっと苦手、ジャズが好き、ジャズをずっとやってきたっていう男の人はちょっと苦手。結構いいけどって感じ。そう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 、なんかこう、なんかいるじゃん近寄らないでみたいな黒のタートル着て、なんかこう黒の履いて、俺ってさみたいな、ちょっと私どけてみたいなありますね。あ、りゅうちゃんはどんな曲？そうですね、僕はあの結構体育会系だったんで、ずっと、まあ、ロッキーとか試合の前は集中するというか、テンション上げるというか、もう集中することの方が強かったですね。ちょっとなんか、はい、元気のいい曲をちょっと流してもらえたらありがたいなという感じがしますね。はい、一服嬢さん、はい、ありがとうございますね。お酒足りないんだってもたろすけさん、りょうちゃん、あげげていこう、いきますよ、ありがとう。やっぱりどうだったかな、私もこう、はい、初めてこう番組持った時っていうか、どう、美里たちも最初はこう、なんていうかさ、ね、ゲストで入って、そう、今度、いや、一緒にやる、ゲストだったんですか。そうそう、ゲスト、最初ゲストで呼んでいただいて、はい、どう、自分たちこう番組にこうアシスタントで入ってきて、こう、トークしていくわけじゃん、どう、最初はでも緊張はしますよ、やっぱり、今でも緊張しますよ。本当にしますよ。全然見えないですね。だってどこで私がぶっ込むか分かんない。そっちの緊張感が半端なくて、何で今日ぶっ込んでくんの。そう、そこに対する免疫はまだつかないですよ。明石家さんま並みに、そうそうそう、一緒にね、ってなりますからね。永久さんにぶっ込める日は来るんでしょうか。はぁ、私ぶっ込まれても全部答えるもん。あ、俺のこと好きって言われて答えられるよ、ね、答えられるよ。分かってるでしょ。そういう答え方にも、そうそうそう、覚えとかないといけない、切り返しがすごいですよね、リュウさんの切り返しは。超上手、びっくりしますね。すごいバリエーションがね、どこでそこの言葉がいきなり出てくるか。防衛本能ですね。まだですか。私はもう防衛本能しかない。だよね、美里。はい、もうすごいよ、私とレイと3人で行くじゃない、はい、美里と。そうすると2人のもうすごい私を守ってくれるパワーが、もう誰か男の人来たら、あ、話したくて来るんだなっていうのは分かるわけじゃない、気配。そうすると私はあのその人がいない方向を向くんでね。そうです。それでもこうがっつり目の前に立たれるとグラスを本当吹き始めるから、ずっとね、顔を上げずにこうやって、ずっとグラス吹いて、こうなんかこうずっとこうウイスキー見ながら、箸袋を畳み始めるとか、でお汁もちっちゃくなって、どん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 ちっちゃく畳んでて結んでみて、絶対見ない、その人見ないですね。もういないかの元の人に。そうすると美里がこう、エリオさん何か歌いますかとか、あとかね、いろいろ振ってくれるんだよね。で私がそこでこう行き詰まると、右手を挙げてトイレに行って、ちょっとトイレで言って消える、で、この間その合図を間違って左手を挙げてやっとトイレに行ったんだから、あれってどうしてみたいな、あれ決まってんの、嘘を出すでしょうね。あ、右と左が、右手だと、はい、いや、その問題は右手なんですよ、でも、ね、ユーザー多分ちょっとテンパりすぎて左手を挙げて行っちゃったもんで、あれはどっちだろう、あの決まり事を言うべきなのか言わない合図なのか、どっちなんだ。そう、そういう時に言うの決まってんだよね、美里。エリさん、男の人の興味ないって知ってます？そう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 、だから言って、だ
からベタベタしないでくれます？そうこれなの。そうなんです。それなのに私ミートに間違っちゃった。そうなんですよ。それで、あっ、間違っちゃったそうそうそう、そんなのに、ね、ありましたよ。そう、はい、なんだろう、チェヒョンは、うん、なんだろう、こう何の質問しようとしたのこう、この人ちょっと避けておきたいなとかってあるわけじゃない。そういう時はどういう態度と思うの？あ、口よりも顔に出るパターンだから、うん、どんな顔するの？結構目つきが悪くなるってよく言われる。きつくなるというか、それができないって普通にやってみてって言われた。優しい目をしてだから本当、だから、うん、よくその顔が出るのが自治会の組長会議の時、はい、なんか素の自分が出るらしいですそういう時は出やすいんですか？イラッとしてるらしい意外に言うんですねみたいな。そう、もう口に出すとはやっぱり角が立つんで、分かってちょうだいっていう風にやってるんで、では口元に物を言うみたいな感じで、ね、次行きます。元気ない曲で本当なんか厄介な人間らしいですでもね、まあその結構口で言うか、その態度に出ると全然分かれるとは思うんですよね。どっちかっていうと私なんかちょっと押し黙る方かもしれませんね。喋らない方じゃないですか。ああ、その態度に出てしまう方ですね。目を合わせない、愛のことかな。そっかね、元気ねっていう、元気ねっていう、うまく抜け方ってよく分かんないんですよ。難しいですよね。でもまあ、そこを逃げ方というか、かわし方、かわし方、うん、あれがもう、じゃあ、やる方が40分で、50分のタイミングでかけるかなって思うか分かんないですね。これ、そして、さすが宮瀬、一服堂さんから、はい、そうちゃん私ですか？はい、なんですよ。45分だったら一服堂なので一服堂さん、一服堂さんになってますね。一服堂に対してか、S さんのフォローに対してですかね。そうですね。ありがとうございます。トロスケさんから、ディヒョンさん、すごく真面目ちゃん、まじめちゃん、でも私目の前に嫌な人来たらどんな態度とんだろう。私よりも美里たちの方が分かるよきっとエリュさん目を見開いて固まるみたいな。固まりやすい。言っても分かんない。笑い方が変わります。あ、どうなの？簡単に言うと目が笑わないって言うんですね。一番簡単に言うとですね、うん、だから笑ってるんですけど、うん、あ、笑ってないって言われるような笑顔ですかね、うん、なんか、あ、そうだよね。そうですね。だから飲みに行くときは絶対美里とか霊がいないときは飲み行かないもんね。そうですね、うん、知ってないですね。で、だんだんしつこいとこう、なんかもう、うん、なんかこう、斜め向いてここは抑えるべきか言うべきか突き飛ばすべきか帰るべきかどうしたらいいんだ私はって、こう自分の世界に入っていく。でもたまにそれでさ、ポロッと漏れてますから。あ、言ってんの言ってんの。それでね、結構声を低く出るんですよね。いい加減にしてよみたいな。あんたねみたいな。そうそうそう。ボソっていうか、エリさんちょっと、なるから、なんかちょっとうるさいんだけどなってなって、こうね、はいはい、こう、なんかエリさん聞こえてますよと、うん、え、いやだって聞こえた？いやでも出てますよ。もう漏れてる漏れてる。ここはの声だね。その時は漏れやすいんだ。外人さんにも日本語で言わなくなる。あ、違う。英語で。英語で。そう。英語とか優しく言わなくなる。日本語でガッツリ言う。あみたいな。ここは日本だ。そう。あれみたいな。すいません、まあね、もう皆さんの分が私も待ってるのでなんかね、もうそうにしよう。でもどうですかね、りょうちゃんは、はい、あれだよね、なんか押し黙ってないよね。嫌なことあると、椅子をみんなより引いて足で待ってで、なんかこう携帯とか iPad 出してバーってやり始めて、そんな態度面白くねえんだよなみたいな。そんな分かりやすいですか？分かりやすいよね、で、もうあ、この人のこと嫌いなんだよねって言うんだよ、うん、口は押し黙ってますよね、うん、でも眉間にすごい、なんだろう、ミロのヴィーナスじゃないけど、ヴィーナスではないけど、こう
彫刻刀でガッツリ持って掘られたのがピッチしよう。箸挟めますみたいな。挟んだら折れちゃうのかみたいね。うん、確かに。そうですかね。結構出てるよね。なんかこうやって箸をペーって投げそうなぐらいの雰囲気だよね。なんで俺もお前と言いなくちゃないんだみたいな、はい、オーラが出てる。そう、格別じゃなくて。いや、出てるよね。見えてる、そうですね。うん、だから結構みんな気使ってますよ。あ、すいません。嘘。なんか結構、りょうちゃん今日の人とはどんな印象なんだろうね。今日は、あ、そっか。はい、なんな感じで。だからみんな結構それ見て楽しいよ、みたいな。でも楽しいよね。もっとりょうちゃんの方がいいね。それはね、みたいな。今日はどの顔になってるか。みんな分かってたんですね。そりゃ。みんな向こうは。ナチュミンさん、はい、お久しぶりでございます、はい、ナチュミンさん、エリさん、ミサトさん、ゲストさん、今日のミサト絶対ナチュミンちゃんさ、レイのこと意識してんじゃない、ねえ、言わないと、レイは言わない、絶対言わない、そう、私とミサトにはハートマーク絶対つけてない、そうなんですよ、で、レイさんっていう時もハートマークわざとないのよ、なんで、あのでも、なぜか知ってます、それはレイの時のものだから、いやもう隠れてお前たちそうか、結構可愛い子でしょみたいないいのレイレイそういう感じがあのレイの時のレイになってますよ今ので声を聞かせてすごいね、どうするね、本当に言いたいのがいる子でね、ナチュミンちゃん、ほんと面白いのよ、この子、そうなんかさ、あ、お腹空いたな、運転中、誰かおにぎりくれないかなとかって、待って待って、かわいいな、もうどこにいるの持っていってあげるよ、みたいな言ってくれるぐらい、この子かわいくて、コメントとかもはぁ、面白いよ。でも、一服堂さん、みんな笑いすぎていますけど、一服堂さん、あなたも面白いですよ。確かに。あの、もう、一服堂さんさ、すごいボーイッシュで、あの、かっこいい女性なの。はい、だけど、こう、トークというか、こう、お話ししてるじゃない、うん。少女。かわいらしい。かわいい。かわいらしい。なんか、恋する乙女。素敵、見習いたいって思いますね。もう本当、私小学校2年生レベルで恋愛止まってるのにね、いいんですけどね、素敵です、どっちに、うん、エリューさん、あ、うん、あよ、あい、レイくん汗かいてますね、いいなもうこの顔文字これどういう意味やの、もう、あ、鼻ほじくってんのかななんか、クシュンとしてんじゃない、まあねあの、心得てますね、うまいよね、彼女ね、わしづかみですよ、そうあの、面白いのよ、ほんと笑っちゃうよね、そうか、あの、何、うん、ジェヒョン、うん、確か三男坊なんだよね、そうで、三男坊末っ子ちゃんで、うん、で、なんかこう、一人でいる時はもう紳士、うん、ナイスガイドで、お兄ちゃんといる時は本当に可愛らしい弟、へぇ、そう典型的な三男坊ですね、かわいいよね、うん、こちらもりょうちゃんもりょうちゃんも三男坊、三男坊、はい、三男坊、三男坊って楽ですよね、楽ですかね、楽ですよ、もうやってくれるからね、うーん、まあまあ結果なんじゃねえなっていうかねなんかそれであのお兄ちゃん孝太郎、うん、まあ、もう弟可愛くて可愛くて仕方ないのね、うん、もうこんな大人になってるのに、うん、なんかこう一生懸命でもそれをうんうんってこううなずきながらお兄さんを立ててるこの風景が可愛いなと思って、いい感じ、うん、偉いよ君、うんうん、兄弟なんでしょうね、と思う、いいね、羨ましい、うん、私今もう一人になっちゃったから、うん、いろんな意味でね、はい、なんだ今の三男で同居、あ、あの、親と、あ、父子家庭ですそこまでバカマジですぎるトーク、はい、
三段、年頃なんですうち、アンポンタンの。ポップステップジャンプじゃないの？はい、アンポンタンのタンです。はい。でもある意味りょうちゃんちも、うん、ポップステップジャンプって感じの性格を表してるよ、ね、そうです、ね。お兄さんすごい真面目で、真面目ですね、なんかダンディーで落ち着いた方。はい。りょうちゃんジャンプだよね。まあ結構 やりたいことというかこう。あのなんつうのかこう間を抜けていくというか人の目はあの抜けていくというか逃げるというのがこうタイミングが上手というか自分でもそれはあるとは思いますね。どうですか？ありますね。ね。そう。うまくね逃げてるんですよ。そうですね。かわしてるというか。こうまさか厄介なことが前から来るとうまくスーッとかわしてる。起こる直前に逃げてるいない。まあ、そんな中でも私は逃がさない。タン？なちみさん、そのタンなのね。吐き捨てられちゃいましたけど。あ、つかぴー？え？あ、つかぴーさん。大丈夫大丈夫？もう、つかぴー、あの、妹ちゃんと来たの？お父さん？そっか、待っててね。皆さん、あの、つかぴーが来てくれました、うん、なんか久々だなぁ。ねりょうちゃん、ぺっかわいい。まあね、そんなこんなね、いろんなトークをしてきましたが、はい、あのやっぱりね、このメンバーでやるのが初ということもありまして、うん、はい、こうね、あれでございますが、あれもこれもそれもどれもどれも全部素敵みたいな空気の積み合わせみたいな、積み合わせになっちゃいますからね、詰め合わせ、詰め合わせね、はい、まあ、どの詰め合わせがいいですか？ゴディバの詰め合わせがいいのか、コンビニのセールのクッキーの詰め合わせがいいのか、はい、皆さん、お、いいですね。レイはどんな詰め合わせがいい？楽しい詰め合わせ。いいね、うん、私は幕の内かなみたいな、なんかもうそれぞれの個性があって OK、 どの味付けでも OK、 みんなが寄って集まってお花見気分みたいなね、で、なんかそこであったとしても、あ、なんだこの時間、こんなこともあったよねっていうのがあったとしても OK、 全てが OK、 最後にみんなで笑えたならば、はい、その笑えるところに持っていくのは一人一人かなと思っております、うん、これからもこのね、準レギュラーのりょうちゃん、準、はい、レギュラーのジヒョン、それぞれ都合を合わせてこれからもね、そうですね、番組に参加してもらうわけでございますが、はい、今日本当すごいなと思ったのはこれからいろいろやっていく声の、うん、なんか本当に本当に申し合わせたかのようにみんな揃ったという。そうですね、すごいよね、うん、驚きももぬき、さすが、すごい、さすが、いいと思う。ちょっと名前変える、エリュとジヒョンのサブリーじゃない、サブリー、オープンザセサミ、なんで言ってないじゃないですか、私も言ってないこれからこれからです、はい、そうだよね、みさと、はい、そんなこんなでね、なんかいろいろなんかこうやっていきたいなと思いますよね、うんうん、でもどう、これから勇気を使うならどんなところに使っていきたい、うん、うん、やっぱり新しいことへのね、ステップアップというか、何でもね、あの今の自分を変えるという意味で、勇気を使っていきたいですね、うん、どうですか、エリューさんは。私、はい、私は最後でしょうね、言うの。なるほどね、誰に振りたい、レイ君、うん、どんな時に勇気を使ってきますか、どんな時に、はい、これからですね、勇気か、うん、いつも今までは自分のためだったけど、うん、誰かのために、うん、もう誰か、そうね、それって素敵だよね、でも自分のために、あの、うん、そうね、ね、自分のためが回り回って誰かのためになればいいかな、うん、っていう、いや、ちょっとキュンできちゃった、レイがあと10歳大人なら出たピチピチの32ちゃん僕、お腹私も どうなちみんさん、今の可愛いかなあ、もう、最高ジヒョンさん、どうですか、
あやっぱりね、やっぱり感情を押し殺して仕事をしているところもあるんで、はい、やっぱりちょっとそれを少しでも出せる勇気は欲しいなと思う、うん、でも仕事上仕方ないの分かってるんだけど、うん、それじゃいけないなっていう時が最近多すぎる、うん、多少は自分も出していかないと、うんうんそうね、個性大事だけど、そうね、うんうん、そうね、個性大事よね、自分の個性をねちょっと押し隠すというか、うん、どうしてもこう矛盾というか自分に苛立ちもきますしね、うん、やっぱり出せる自分が欲しいですよね。そうですね、はい、ね、年度変わったことですし、うん、ね、新しい恋もしなきゃいけないし、いや、そうね大きいね、そうね、いいも参加、いいね、じゃあ私も参加これはどうぞ、じゃあ私ですか、冷静に私は、はい、何でしょう、私はなんかオープンセサミのオープンで開いていく人で、うん、開いていくことに勇気を伝えたいかなと思いました、はい、そうだね、開くって結構勇気いるよね、うん、自分も開くのさ怖いけど相手を開く、うん、やっぱりね、うん、相手開いた時に見えるものの恐怖って言ったら止まったもんじゃないですもんね、うん、なんかどっちにも勇気は使いたいなって思います、うん、ね、開いた途端に締めてくるみたいな、そういや、ダメです、違うんだよ、そういうのがあれ、あれ、うちの2枚通りや、2枚だったらいいけど2枚ぐらいだったら、あとさ、こう、なんか引く、何なんていうの、観音扉だと思ったら引くの、ひどいぞ、辛くにね、なんでやなんでって押してくださいみたいな、ね、そんなことあるよね、うん、なんかさ、やっぱりさっきね、今美里が言ったように自分を開くってことは結構見せる勇気っていうのは私は別に、うん、大して怖くないのね、自分を見せるっていうのは、相手を見るっていうのは私ちょっと怖いなって、うん、いいからいいからいいから、あなたはそのままでいいからいいからいいから、ちょっともう素通りしてくれるのが思いっぱいあるもん、いちいち私見せないでいいから隠しといてできれば、うん、一生みたいな、来世でも来世でも隠してって思ってやるんだそこまでそこまでだいぶ厳重に隠してもらってるじゃないですね、まあ無理だと思うんだよね、見えちゃうから多分しかないですね、だから見えて余裕はって思うこといっぱいあるの、待って口と違うしもういやこいつみたいな、うん、何急にまた近寄ってきて、何なのこいつって思ったりもしますね見えすぎる辛さ、そう、見えるって辛いよ、うん、うまく見えてるそれもどうかなそう、相手が私の存在に気づく前に相手の中が見えてるんですよで、見えてるから、いや大丈夫なことなの、なんであんた気づかないのって思ってこうやって腕組みして待ってるわけじゃない、だから腕組みして待ってるから相手は怖くてあげないよもっと言うともしなと思って、私は次に行こうみたいな、なるほど、こういうストーリーどう思う、いいですか、私こっちみたいなこっちに移行しますとか、うんうん、どうでしょうか、因数分解の法則で、うん、ね、うん、分かるわけ、みんな私も適当に言ったんだけどなんでそこで因数分解出てくるの今いや、ちょっとなんかこう綺麗に割り切れてっていうか、こうされていきたいなと、あまり何も残したくないなナチミンさんが言うと、エリューさん広げすぎですよ、まだ見えよそうね、ナチミンさん、私さ、この間さ気づいたんだけど、バレてないと思ってたのよ、すべて、うん、で、バレてないと思ってたのは私だけでみんな知ってたっていうねで、その相手に言ったの、気づいてんでしょ本当はって言ったら、うん、何がって言ったけど、にやけてましたから、その人全然崩れてたよね、うん、そんなことありますけど、そこで笑うんだよ、まあまあまあ、まあ、何それ、もっとテンション上げてよ、ねえ、上がってます、上がってます、ねえ、ラジオなので、はい、声を出さないと伝わらないので上げてあげて、皆さんは今持ってる、はい、なんだろう、うん、これを叶えたい、うん、って思ってることあるよね、うん、こうなったらいいな、こうしたいな、こうなったらいいなでは叶わない、うん、こうしたいっていうもの、うん、ね、そういうものはいつ叶えようと思いますか、う
すぐ。すぐ。うん。いつ？今。今自分の中にあるでしょ、うん、こう、うん、これ、これをこうしたい、はい、あしたい、うん、いつ？いつだろう、年内かな、やっぱり思ってたものを形にしていきたいっていうのは、うんうん、ずっと秘めてるだけでだんだんよく分かってるから、大丈夫ですよ、出しましたからそう、もうなんかやっぱ行動していかないと形にならないんだっていうのは、うんうんうん、で今回は思い切ってこうやって沖縄に来たし、うんうん、やっぱり今変わっていかなきゃいけない勇気も本当に必要だっていうのはよく分かったね、思い切って来れてよかったですね、うんうん、ねえ、ね、そんなつもりで言ってんじゃないのよ明かしたはい、エリさんがちょっとまたスイッチ入ったようですね、うん、でもそのなんていうんですかね、まあ、私の場合、うん、その変われるっていうか、その思った時じゃないかなって思うんですよね、うん、もうそこで変われるということが、なかなかね、みんな気づかないというか、かっちゃんさん1年後じゃなくても今変われるじゃないですかね、その思った時がやっぱりスタートだったりして、はい、きっかけをね、はい、なちゅみさんがなちゅみさんと根っからの狩人よねって、さ肉食系女子と走りよって走り私肉食系、はい肉食系にはじゃないと思うけど、見えます、見た目がそう、うん、でも、ね、ベジタリアンそう、こう、なんていうんですかね、ふとした時にやっぱりこう、狙った獲物は逃がさないっていうところもありますよね、うん、あ私、狙ってこいつうまそうじゃないなと思ったら次行くって行くよ、あの、食べるのじゃない違う解除で次あまた解除あ私見るかないみたいな、どれに録音していいか分かんない、うん、まあねちょっとこ う根本の話が狩人と肉食系で来てますからね、はい、なんかそこでやめた次食べようみたいなじゃなくてね、そうじゃなくてですよ、はい、なんだろう、うん、あどうだろう私肉食系で見た目そう思われやすいけど、そうじゃないですね、会って喋ってみると全然違う、うん、ね、超なんかこういいからいいから私のことほっといてって言ったよね、はい、そう、うん、なんか守ってやりたいというか、いやー守って守ってって言いながらそっから逃げてた守ってって言うならもう思いっきりしゃべってる、壁になってるうちに逃げる構わないで。本当にね、本当にね。私は大丈夫一人で。そこでも敵撤退して後ろ見たらおらへんっていう。でも本当そうよね。だってりょうちゃん初めて会った時私は見ですよ。エリーさんって装飾系ですよね。まあそうですけどみたいな。でもあの時両方いけるって言ってましたっけ。違う、相手によって。相手によって両方じゃないですか。いや、両方って言うといつでもなんかだけど、まあ、そうですよ、化石も、まあいいですまあ、来世に行きましょう、はい、私ね、つまみ食いしないんだよね、うん、つまみ食いするぐらいの、なんか度胸と、なんかさ、立ち回りがあったら、この人生じゃないよね、もうクラブ何軒も経営してはべらかしてるような気がするよね、まあ、やろうとすればできるでしょうけどしませんよね、まあ、今日はね、そんなやろうと思ったら何でもできるじゃないですか、ね、もうそれこそ6本で何でもできるし何でも成功させる、はい、うん、私お母さんでいたい人かもね、うん、なんだろう、お母さんでいたいし奥さんでいたい人だし、うん、なんか近所のおばちゃんでいたい人だし、うん、
だからね、かっぽうぎのお母さん、そう、かっぽうぎが好きなの、ね、うん、そう、今畑にいますみたいな何時頃戻りますなんかこう、そういう風になかなか見てもらえないというか、ねえ、ね、うん、もう、なんかこう、どっかのレストラン予約してくれたのみたいな女に 見えそうだけど、うん、なんか喧嘩しててもお腹すいたねって言われたら、うん、ね、そんな感じだよね。そうですね、もう、ぽ、うん、ぽーって言われるからわーって喧嘩してて、はい、なんか、なんだよ、なんだ、お腹すいた、うん、ラーメン、ラーメン、ラーメン食べますかって言ったら、うん違う違う、どこどこのラーメンまあね、エリさんのラーメン好きは芯が通ってますバリ方で、はい、もうね、ラーメン知らなかったの、私ラーメン好きって、ラーメン好きだよねって言われて、え、そうなのびっくりした、え、いつ気づいたんですか、え、言われてから、いつです、あ、そうなの、とっても最近ですか、最近、うん、そうなんですか、うん、知らなかった、知ってましたよ、うん驚きましたよ、まあそんなこんなでございますね、はい、はい、ってなわけでこんな感じでやっていきたいと思います、はい、3分1人トークください、はい、3分1人トークください、はい、で53分だったらエンディングの曲で、はい、見に行ったわ今日から、番組のねタイトルが変わりまして、エリューとリョウちゃんの会いてオープンさせさん、本当にね、なんかこうみんながこの扉開けないんじゃないか、乗り越えられないんじゃないかっていう問題をなんかみんなでこういろんなこう何そのトークみたいな感じのものを話しながらでもこうやって溶かしていけたらなと思っています、はい、いつでも愛をベースにやっていきたいなと思っておりますが、誰でもなんかそのね、なんか苦しいところにいるときはどうしても下を見てしまいがちというか、でも下を向いて悩むのと上を向いて悩むのでは全然気持ちが変わってくる、私なんかもね結構悩んだり落ちたりすることがあるんですけど、そんな時はいつも心がけてるのは上を向いて物事を、悲しいことだったりなんかを考えるというか、あと語尾を上げる、どうしようかなっていうのではなく、どうしようかな、ただ語尾を上げる、ただそれだけで道が開けていく、そういう感じで今まで生きてきました、この間なんていうのかな、母の愛をとても感じる出来事がありましてね、とても仲良く親しくお付き合いさせていただいているお友達のお母様が突然亡くなりまして、そこで垣間見たそのお母さんの愛がとても深くて、自分は全く後悔はしてない、この子たちのおかげで私の人生は全て全てできることなら私は今生き返ってみんなに伝えたい、私の人生最高だったの、そう伝えたいの、そういうメッセージをね、聞くことがというか聞くチャンスをいただきました。ああ、私も、子供を4人育ててる中で自分が旅立った時のことをついつい考えてしまう、私がいなくなったらどうなんだろう、こうなんだろうか、ああなんだろうか、でもこのお母さんのように自分の子供にありがとう、あなたたちのおかげで心から晴れやかな気持ちで旅立てるって最高の人生だったんだろうな、そういう子供を育て上げたこのお母さんに拍手を送りたいなって思うような時間をいただきました。やっぱり母親の愛って深いですよね、でももしかしたらお父さんたちの愛もとっても深いんじゃないでしょうかね、ただただ不器用で伝えきれないだけで、皆さんもちょっとお父さんとお母さん違う意味で感じてみていただけたらなと思います。はい、ではでは。
2時間トークしまいりましたが、なんせなんせこんな感じでやってまいりました。このね、愛でどんどん扉を開いていきたいと思います。ジェイソンどうね、こう2時間ここに座りっぱなしで絡んできましたが。すごく楽しい時間でしたし、変な意味緊張感全くなしで過ごしやすかったです。やっぱりね、愛よね、それも。まあ、何1ヶ月半ぶりぐらいの見たものですか。あー、なんかでもやっぱこれだなっていう感じでだよね。私たちの居場所なんか根源というか、ここからみんなとつながって、やっぱり目では見えない、こうやってに顔を合わせることはないけど、私たちの表情だったり声だったりが皆さんのところに届いて、それに返してくれる皆さんのコメントが私たちのなんか機動力になってたりとか、逆にこんなテンション上げてるけど本当は私たち落ち込んでたりする場合も結構あるんですよ。そうね、4回のうち3回は落ちてますもんね。辛いこと、その時は優しい風が吹いた時、さらばやかみたいな。りょうちゃんどうでした？ねえ、最初の頃っていうか、まあようやく緊張がほどけてきた頃に終わりでもうすでにね、次回が楽しみになって、はい、じゃあ今度はもっとトゲトゲで喋っていて、そうですね、はいはい、はい、レイどうでした？もう手汗で、もうびちゃびちゃまあそんなこんな感じで、残すところ30秒余り、はい、では、皆さん、やはり心から、どっから行きましょうかね、はい、みさと、はい、みんな愛してます、はい、ジェヒョ、皆さん、愛してるよ、はい、レイ、愛してるよ、はい、愛してますよ。みんな心から深いところからみんなのことめっちゃ愛してます。では次回、じゃあね。ギリ3秒。皆さんお疲れ様でした。皆さん愛してますよ。ありがとうございます。来週もどうぞお耳がこちらに。